こんにちは。東京都の小平市というところで、お菓子教室スタジオジェンマを主催しています高橋京子と申します。お菓子の教室の先生になりたい方や基礎から真剣に学びたい方などの専門のお教室をしています。私が当時、抱えていたビジネス上の悩みというのは、特に例えば集客に困っているとか、何かすごく困りごとがあってっていうことよりは、そうですね、もう20年近く教室をやっていたので、ですね、なんて言ったらいいんだろうな、ある時からこうネット環境とかがすごく変わってきて、ブログだったり他の SNS、 例えばインスタが出てきたりとか、Facebook が出てきたりとかで、もちろん自分のフェイス、ホームページもあるしとかで、そのツールをですね、何に何を書いていいのかが分からなかったりだとか、あと生徒さんたちもやっているものがみんな違かったりするので、どういうふうに皆さんに教室を紹介していったらいいのかとか、そういうところですごく悩んでいたんですけれども、でその時に、そうですね、ある大手の会社が主催する教室の先生のためのセミナーというのがあって、でそこに高橋貴子先生が講師で、その SNS とか、その1日でネットのことが分かるようになる講座みたいのをやってくださるっていうのをお知らせでいただいたの で、ただその時は、その日程が、私がレッスンがあって行けなくてですね、それで高橋先生のホームページを見て、で直接その横浜の方で開催されてるところに行ったっていうのが出会いだったんですけれども、でそこに行った時に本当は4名だったレッスンだったんですが、当日ちょっと来れない人がいたりだとか、あと日にちを間違えてる人がいたりだとかして、私1人になってしまったんですね、そのレッスンが。で4名でマックスの講座だったんですけど、マンツーマンでお話を聞いていただいて、それで、そのお話を貴子先生と、その SNS に関して私が何に何を書いていいかとかわからないっていうようなお話とかをすごくよく聞いてくださって、でアドバイスもいただいたんですが、でそこで私がこう気がついたのが、何かこう自分がテーマが決めきれてなくて、今後どのようにやっていきたいのかっていうのがないっていうことに気づきました。それでそれも課題だったんだなっていうふうに思いました。貴子先生の信頼できるところは、まずは実際にご自分でパン教室をされていて、お教室の内情をよく分かってくださっているというところです。以前あるコンサルの方にちょっと紹介されたことがあって、3ヶ月だけ見ていただいたことがあるんですけれども、その時に、その方はちょっと中小の会社とかをコンサルしていらっしゃる方だったので、最初から教室業というのがよくわからないのか、なんていうんですかね、私と話がもう通じないというような感覚で、とっても何を言っても跳ねのけられるというか、そういう感覚があったんですけれども、貴子先生の場合は本当に実際にご自分で結果を出したことしか私たちのために言わないというか、そういうところが一番の信頼ポイントです。で、あとはですね、すごくこう、正直と言ったらあれなんですけども、何でも包み隠さず言ってくださるので、
ダメなところもいいところも全部言ってくださるので、それが一番信頼につながっています。高子先生のコンサルを、お願いしようと思ったきっかけなんですけれども、最初その1日の SNS のセミナーに参加させていただいた時に、いろいろアドバイスいただいたことでも、なんていうんですかね、この人はこう信頼できるなというか、すごく自分にないものを持っているなっていうのも思って、もうなんとなくもうそこで決めてはいたんですけれども、じゃあ何でそれを決めたのかっていうと、そうですね、さっきの信頼できるっていうことにもかぶるかもしれないんですが、お教室業のことをよく知っていて、で私はもうそろそろ20年になるっていうような時だったので、今のお教室の現状とその20年前のお教室の現状っていうのが全く違うので、でもその当時その高子先生はお教室業をする前に教室の先生のところによく行かれるお仕事をされていて、でその時、そうですね、10年前とか15年前とかになるんですかね、そのぐらいからいろんなお教室のこともよく知っているっていうのもあって、でそんな中でいろいろお話をさせていただいて、でそうでね、信頼できるなって思ったということと、私に持ってないものばっかりある方だなって思ったのと、あとは、私はすごくいろんなアイデアが出てくるんですけども、とにかくそれを形にするのはちょっと遅くって、でただ高子先生に話をした時とかに、じゃあこうすればいいじゃないっていうふうに、なんか確かその当時よく私のところにいろんなこう外部の生徒さんから問い合わせの電話があって、うちにもともと師範科という先生になるためのコースはあったんですけども、その師範科だけをやらせてもらえませんかっていうような問い合わせがよくあったんですね。でただそれは私のところで基礎から学んで、で師範を出た人だけそのうちのレシピを使ってお教室をやってもいいですよっていうタイプのものだったんですけれども、昨今いろんなところでこう資格が取れたりだとか、あと YouTube で学んだりだとか、何ですかね、通信で学んで、ただ技術が伴えないとか、あと自分で作ることはできるけれども教えるためにはどうしたらいいかっていうのがわからないっていう生徒さんとかがなんか多いみたい でそういう問い合わせがあって、師範科だけをねうちで習いたいっていう方がいるんですっていうような話をしたら、じゃあそのコース作ればいいじゃないっていうふうに、なんかこう簡単にお話がこう、あ、そっかみたいな、そういう何か高子先生といろいろこう創作をしていると、自分がただ考えて、あ、こういうのやったらいいかなだけで止まってるものがどんどん進んでいくっていう、そういうところで、なんかもうそこの最初に行った時にもうお願いしようって決めていたような気がします。で今でも何でもお話をするとパッパッパッパと、あ、じゃあこうしたらいいんじゃない、ああしたらいいんじゃないっていうふうに、私がアイデアベースで言ってることがどんどん仕事になっていって、オンラインのレッスンを始められたりだとか、講師専門の教室が始められたりだとか、どんどん行っているので、そうですね、最初に感じたその、信頼ポイントと、あ、この人とやっていけたらいいなっていうのは狂いがなかったというか、そういうふうに今でも思っています。高子先生のおすすめポイントなんですけれども、私の場合は本当にこう15年以上やっていて、で、このままじゃいけないかなとか、
これはこういう方向でやっていけたらいいかなとか、 SNS はどうしようかなとか、本当にいろいろ考えてた時だったので、本当にそれに対して的確なアドバイスをしていただいたので、少しでも何か方向を長くやってる先生とかで、これからどうしたらいいんだろうって迷っていたりとか、もう実際は本当はこういう方向にしたらいいんじゃないかってちょっと考えがある方とか、何か迷いがある方とか、そうですね、そういう方だったら本当どなたでもというか、やる気があってるのに困ってるっていう、なんかどうしていいか分からず困ってるっていう方だったら、本当にその個人個人に合わせたアドバイスをしてくださると思うので、そういう方にとてもおすすめだと思います。